おはようございます、カイチです。さあやっていきましょう。剣の試練極意ですね。で、今からその地下1階からやっていくんですけど、まあ何回か挑戦はしているので記録動画的にやっていこうと思います。なんで編集した後使っていくところが結構バラバラ、違う日に撮ったやつを順番に載せていくかもしれないですね。で、一個悔しいのがですね、その前回すごい深部までこう行ったんですよ。もう多分あそこが最後じゃないかなっていうところまで行って負けたんですけど、そのね、やっぱりね、初見での驚きとか緊張とかっていうのがね、記録に残ってなかったんですよ。それが悔しい。そう、動画に残ってなかったんです。だから撮らなきゃいけないっていうのもあって今撮ってます。んで、まあいいや、やっていこう。次回の作戦に役立てる。例えばこの雷のコウモリ、これはね、結構倒れた直後も近づいてると雷食らうんですよ。でハート3つぐらいやられるんで注意必要だし、でここもよく見ると爆弾があるんで、丸爆弾投げ込んで爆発させると早いって感じるかもしれないんですけど、デメリット発見したんで、もう今はね、普通に入っていきます。こいつの攻撃はマジで痛い。やばい、うわー、食らいたくないやつ。しまった、思いっきり失敗した。マジか。お、自滅してくれた。やばい、雷来るぞ。首はどこだ。シャレ攻撃。お、君だけが、あとはよいしょ。やばい、雷が来る。よし、そうか、まあおとなしく出てればよかったのね。はいはいはい、あの効果範囲も結構広いしね。よいしょ、拾っちゃいます。んで、そう、爆発させないことのメリットっていうのは、この木の箱に入っている、食材、例えば肉、こういう、これが調理されずに手に入るっていうところなんですよね。後々その料理の鍋のところで調理した方が効果が高くなるからっていうんで、爆発させずに手に入れます。3回、3回までも特に気をつけることはないな。で、これも爆弾で吹っ飛ばすのやめて、これで
叩き壊すようにしました。飛び散るんで爆発させる。で、盾だったかな。騎士の盾ゲットして、うわあんな至近距離まで来たの初めてだな。あの子たちはみんな、骨で倒しちゃいます。このシャレ攻撃のないやつは攻撃してこないってことが分かったんですよね。そして次のそのシャレ攻撃があるところへこう集まっていく。だからどこに敵がいるか分かりやすくなるんですよ。で確かもう一体いる。あ、違う、もったいない。これで全員だな。馬だね。ちょっとここはメモしとこう。これ左から四五体、騎馬隊が来るんですよ。あ、これ何回だったっけ。四回か。三四、騎馬隊で、ここは本当に、気を抜くと一瞬でやられるんで、爆弾と弓矢で対応します。すでにちょっとやばいかもしれない。今持ってんのがやばいんだよな。槍の方が早い。あー、盾が出せなかった情けないな。来た。まず下がろう。ちょっと下がって来るやつらの人数を減らしたい。気づかれる前に。全員気づかれるのかな、すぐ。あかん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 、マジでやばい。来い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 よ。よし。とっと、まだいる、まだいるっしょ。やばよかった、攻撃力低いやつで。あ、やべ。とりあえずオッケー。山場は超えた。遠くにも一応いるにはいるけど対処ができやすい。よし。まあ、驚くことにこの馬に乗れるってところがね、面白いと思うんだけど。特に無理して乗る必要。やば、もうバレた。まあ別にバレてもいいんだけど。くっそー、遅かった。ちょっと待って、マジで。あとは
ではあと一匹。あ、うまいな。金もやか。やばい。え、どこ行った？え、どこ行った？おった。あ、こいつか。まあ、タワンもダメでいける。65本。まあ、多分。これ面玉じゃなくて本体でもいいのかな。いつも面玉やってたけど。あ、目か。お。あ、ミスった。めっちゃ下手だな。いつもより矢を大幅に30本ぐらい使っちゃった、ね、しまった。やば。よし、だと他はなかったはず。これで休憩。あ、あった。6階が妖精様がいらっしゃる。いない時も普通にあるね。で、後から出てくるパターンもあるしね。
休憩所まで待たせる。待たせた。はい。どうしよう。どうしようかな。これでいけるかな。いけるかな。いけるかな。これは作っとくか。とりあえずこんな感じか。お、大事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 。あ、回復しよう。危な、忘れてた。今のうちにしとかんとね。力増やして、序盤はね、そんなに強い敵もないし、こっちですか。